はい、皆さんこんにちは。ファミチャップスターズターザンの放送です。そして高坂です。どうも、ヤコです。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、今日はね、ノクティスノクティスを使ってみようじゃないかと。はい、はい、攻撃型のね、ファイナルファンタジーの15番から来ました、はい、重力ブロック、はい、クリティカル、はい、友情コンボが全敵ロックオン衝撃波3と、こちらの、砲撃型でございます。うん、これは、初人生初、はい、ございます。そうですね、はい、してファントムソード召喚ストレクショット、うん、まあこれはちょっとね、使ってみましょう。はい、はい、というわけで早速いってみます。はい、防衛撃ね。そう、友情コンボ、そうね、直訳するとね、あの友情コンボはロビンの、はい、UL より強いと、進化のということでございますから、楽しみですね。めっちゃ楽しみですね。これしかもやめ、ね、お撃っちゃいまーすちょっと見たいっすね。あ、いや、伝わりな。で、アンチブロックソードこれなー、気持ちよ。おー、かっこよすぎ、これめっちゃハマってんじゃん。そんな感じめっちゃかっこいいんだけど。すごいね。え、これモンスターストライクのストライクショット一番かっこよくない？この使ってみたらいいんじゃない。あんまり感動反応が。え、めっちゃかっこよくない？え、かっこいいよ。かっこいい。これはでもやっぱ一番かどうかは分かんないけど、かっこいい。なんかやっぱ、ね、やったことあるとなおさら、うんうんうん、あ、こんな感じってのが分かる。確かに、解放すんだよな。そうそうそう、やったことあると多分、愛があるから。まあ、友情見れてない。そうっすね、友情を注目してたわね。せいで言うか、おぉ、あれ出る、全然出る。裏に行きたいっすね、ボス裏にね。確かにね、それが見たい。あ、集められちゃってよ、友情コンボロックだと。友情コンボロックは、魔導士が使ってきます。おぉ、まずここから待ちます。はい、そのダメージも出る。ここで、ババトムさんが、俺のクラウドじゃねえ、ノクティスに当たれたら、お、いや、もう戦わず、おー、出る、4ピン飛べ、4ピンかクラッキーか飛べ。エンペラーモード発動。エンペラーモード、ここめっちゃ楽になる。ありますね、いいっすね、うん、さあね、友情コンボロックが、もうボス来た、ボスだ、おはよう。次お母さんだよね。です。これ俺に当たったらすごいいいダメージ出せるんじゃないですか。難しいけど。ワンピー。いいダメージ。なるほど。とりあえずここ現状維持か。現状維持して。で、次のババトムさんが当たりになって。ですかね。お願いします。お、ジャクも来てる。よし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 、素晴らしい。いいっすね、いいっすね。伸びが違うね。うん、結構うざいステージを選んでしまいましたね、我々ショッスエンペラーショット絶対打たなくて倒せんじゃん、これシュまあ、早いんだよなはい、まあ、かっこいいよね、うんうん、ああ、俺こいつ、うん、久々に使うわでしょうね使ってみた以来だで、次が右上だった気がするな、うん、まあ、これは友情コンボで、今度はザコとカシに行ってみましょうか。うん、いい位置な。さあ、これは お前かよ。ごめんなさい、待たれず冷静すぎましょうよ。いくですか。あ、ファントムソード召喚、ファントムソードしちゃいましょうよ、これ大丈夫かな。いや、行きましょう、ファントムソード行きましょう。ファントムじゃ、そうか、そうよし、ファントムソード、クリティカル、クリティカルです。結構出んだ、1回だったら。なんか1ヒット7万ぐらい出てましたね、今ね。さあ、じゃーん、クラピカ今強くなってるから。エンペラータイム、あ、強い、友情強い
友情強いですね。ワンピーの揺れきつけたいですね。これは。つけたいですね。確かにね。もっと荒がるって考えてる。わかりますか。おお。つくよみ行ってみてえな。ああ、はいはいはい。つくよみ行ってみたいですね。うん、じゃあもう行った。つくよみすべてを瞬殺しそうな気がするよね。じゃあ全部拾います。はい。おー、さあそこは2発分当たりますからね。そうですね。6発当たる。ああ、物が返された。おお。なんかハマったね。返されましたね。よくしましたね。だだだだだ、大事ね。いいですね。性能を見やすいっすね。やっぱ1対1になっちゃうとちょっとね。確かにね。ちょっとこう出る力感を感じますね。いりますか。おお、まだか。まだ終われないか。ピクピクしちゃってる。1対1になっちゃうとね、しょうがないですね。真ん中行っときます。次は下なんですよ。ちょっと行けるか。エンペラー。嵐。あ、めっちゃいい、めっちゃいい。 4B めっちゃいい。 4B めっちゃいいとこいるよ。よしよしよし。じゃあこれ当たりにいくらですかね。あ、いいっすね、いいっすね、いいっすね。はい、はい、はい。あー、出た。あ、でも、おーい、おーい、割り込んでいく。いきますよ。お願いします。いいよ、座れないとこだよ、あそこ。 4P、2P。 あー、おーい、おーい、140万。4P はね、右の方飛んじゃったけど。さあ、行け、うん、ファントムソード。なるほどね。もう一回打てんじゃん、最後桜出る。ハマれ、おハマりできるんだ、もう一回打てんの。これ、ハマった時が、なんか、強かったっすね。よし、行きます。おぉ、やばっ。いや、強い強い強い。いや、強い。これ、やばくね。これ、ハマった時すごいね、なんか出ない時間がないんだね。当たったら常に絶対出てんだね。すげえ。なるほどね。じゃあ俺ちょっと暴れるわ。なんかああいうのね、結構今までだとなんか省略されそう。そう、省略結構されそうなんですけど。そっか、こいつハマった時が強いんだ。ハマった時永遠と武器が攻撃してくれるんですね。へえ、すげえ。これ300万とか出んだ。330。強かった。はあ、強いっすね。で、強い。なるほどね。惜しいんですけど。こいつは強いっすね。これ強いね。ちょっと身を厳選。とりあえずささっと遊撃をつけていきたいですね。うん、そうですね。いや、まさかの SSE な。まあ、ウィートも結構いいしね。いや、全然普通にこれ友情も、うん、やばい、やばいから。いいな、これ。総合的に強い感じがしましたね。うん、強いっすね。ということで、ぜひ皆さんも手に使ってみてください。はい。ということで、チャンネル登録をした方はチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。